どうも、こんばんは、エナメです。今回は東京グルリインボーク、メンテナンスかけてっていうか、また1時間ぐらいメンテナンス延長してたらしいんですけど、まあ僕の社畜のね、僕には関係ないと、いうことで、メンテナンスが明けまして、新しいプレミアム馬車、見えなかった。武道の超達人とイベントがジャック2の方が来てんのかな。あ、なんかちらっと見た限り、こっから見る限りね、顔違くね。ねえ、これどっかのさ、月が天正ボーイじゃないのこれ。あ、まあいいや。今回はガシャですね、引いていきましょう。武道の超達人、シャチ出現確率アップということで、連続ガシャ3回目が1枠 SSR 確定、5回目が1枠 SSR 確定アンド、シャチの確率が2倍ということで、別にステップアップっていうわけではないんですねこれはね。かつ1枠目で連続ガシャを引くメリットも、あ、まあ SR が1枠確定していること以外にはないと。あ、とりあえず、何が言いたいかっていうと、尺稼ぎのために単発引けと、そういうことですね。10回引いていきましょう。1回目、あ、ロード長かったな。ちょっと来てくれるんじゃないか。これ何、 SR かこれ。おお、 SSR じゃん。ほら、やっぱちょっとね、ロード入るとね、やっぱ何のソシャゲでもそうだよ、ロード入るとね、 SSR は来るね。しかも、え、これ待って、グールってことはだよ、まさか。いいね、そう来なくちゃ。はいいね、そう来なくちゃ。煽ってくるじゃんよ。初手煽り安定かなこいつ。そう来なくっちゃじゃねえんだよお前。そこはよ、もう 1回目で終わらせろよお前。前代未聞の、あ、2回目は入見さんということで、はい、3回目、いきましょう。まあでもね、いや、1回目でいきなり SSR、 しかも錦でしょ、全然当たりなんだが、ああ、レアばっか出てくるのはあれだけど、いつかもう一個上のさ、レアリティが出たらさ、もうガシャからレアが出てたんだぜって言われるさ、時代が来るんだよどうせね。どのソシャゲでもそうだけど、最低レアリティが昔レアガチャから出てたんだぜ、今はフレポでしか出ねえけどなみたいな。今何回目だっけ、全然覚えてない。SR でさ、重ねてさ、使えるアタッチメントって何があるんだ。これ何回目だ、わかんねえ。とりあえず石が14個余ったらいいんでしょ。あ、残り石が14個になるまで引き続ける。引き続けるのをやめない。あらららら、ちょっと、あれかな。売るか。あ、今当たったやつらをちょっと売るか。でね、あのランタンももう持ってても意味ないんでね、クソ共鳴させまくったこのカボチャくんたちも売りましょう。あ、カボチャ死ぬほど共鳴させた、もういらねえ。残り4回ですかね。まあそのうち1枚ぐらいまた SSR 来てくれるでしょう。あ、やべえ、ちょっと待って。あー、これシャチのさ、演出見てないからじゃね。ちょ、シャチのスキル見とこう。やば。カグネは出してないんだね。これは SR かな。はい。認識。SR 錦ってなんだっけ、スキル忘れちゃった。なんかね、境界錦はなんか、あ、なかなか使えたような感じがするね。あ、これも SR かな。まあ SR の確率は高い。あ、1枠 SR 確定の10連引くよりかやっぱ単発で引いた方がいいんじゃないかな。知らんけど、知らんけどっていう言葉便利よね、知らんけど。ラスト、そうこう言ってる前にラストですよ。はい、ラストはレアで締めくくるという。まあ、いいんじゃない？最近10連で SSR 一つ来てくれるし、全然いいと思います。はい、ということで今回は、武道の超、なんだっけ忘れちゃったけど、はい、引きました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。